車軸配置。車軸配置は、鉄道車両において、動力により回転して、車体を前進させる動輪と、車体の重量を支えて、レールに沿って案内している先は、重輪の配置を表した言葉である。軸配置、車輪配置と呼ぶこともある。鉄道車両では、動力車であってもすべての車輪が、動力によって駆動されているわけではない。動輪と重輪の配置の仕方により、 車両の性能や使用目的に大きな影響が出てくるため車両の基本的な性質を表現する要素として車軸配置が表記される特に他の車両を牽引することが目的である機関車においては機関車の特徴を決定づける重要な要素である各種の機関車の中でも蒸気機,機関車において車軸配置の影響が大きい蒸気機,機関車の車輪では 道輪が蒸気機関から主連棒、連結棒を介して駆動されている。これに対して道輪より前にある車輪を先はまたはシルベリン、道輪より後にある車輪を重輪と呼ぶ。近代的な蒸気機関車では旅客牽員用のものでは道輪が3体、貨物牽員用のものでは道輪が4体のものが主流であった。これは旅客用では高速性能を重視して 直径の大きな動輪を使うのに対して、貨物用では牽引力を重視して、直径の小さな動輪を使うことの響きである。電気機関車やディーゼル機関車では、動輪の大きさが性能に与える影響が蒸気機関車に比べて小さいため、次第に旅客用と貨物用の区別が曖昧になっているが、車軸配置はなお機関車の性質を特徴づける要素である。 日本においては、車輪の数よりも、車軸の数を数える方式が主流で、このため車軸配置、あるいは軸配置という言葉が使われる。これに対して、アメリカでは、車輪の数を数える方式が主流で、このため車軸配置に対応する英語は、ホイールアレンジメント、車輪の配置という、同輪に対応した車軸は、同軸、引く同輪という意味での重輪に対応した車軸は、重軸である。 車軸配置が機関車の特性に与える影響が大きいため、個別の車軸配置を区別するための表記法が定められている。よく用いられる表記法としては、日本国鉄式、ホワイト式、アメリカ式が挙げられる。またその他に、国際鉄道連合による機関車の車軸配置の分類法などがある。国際鉄道連合の定めた表現法で、 組織の略称から UIC 式という連続した同軸数をラテン文字アルファベットの大文字で連続した非同軸数をアラビア数字で表す転向可能な台車の軸にはプライムを付与し同一の台車にある軸は括弧、D2 となるアメリカ鉄道協会は制定した方式でアメリカ合衆国とカナダのディーゼル機関車 電気機関車において広く使用されている。UIC 式と同様に、同軸の数はラテン文字のアルファベットで、非同軸の数はアラビア数字で表す。離れた台車の間は、ハイフン、タイで、関節式の台車は関節部を、プラス、で結ぶ。蒸気機関車では使用されない。日本の国鉄が制定した方式で、日本で最も標準的な表記法である。 先はの軸数、同輪の軸数、重輪の軸数の順に表記する。UIC 式同様、先住輪の軸数はアラビア数字で、同輪の軸数は数字ではなくその数字の順番に対応する、ラテン文字のアルファベットを用いる。例えば同輪軸3軸は C、同輪軸4軸は D。先住輪がない場合、先住輪の位置には何も表記しない。 フランスで用いられた方式で、先輪の軸数、同輪の軸数、重輪の軸数の順に、いずれもアラビア数字で表記する。複数のユニットで分割されている場合は、ユニット間をで結ぶ。例えば、フランス国鉄 141R 型蒸気機関車の、フランス式表記は141となる、形式名もこれに由来している。なお、蒸気機関車以外の機関車では、蒸気、 UIC 式に準じた表記である。世界で最も標準的な表記法で、先はの車輪数、同輪の車輪数、重輪の車輪数の順に、すべてアラビア数字を使って表記する。軸数ではなく、一軸につき車輪二つと数える。数字の間にはハイフンを入れる。重輪がない場合は、0と表記する。軸配置ではないが、タンク機関車の場合に、 ラテン文字アルファベットの大文字 T を付与することがある。主にアメリカが衆国で使われている表現法で各車輪配置パターンごとに固有の名称を与える。名称を覚えるのが難しいが覚えれば親しみやすいので日本でも主に鉄道ファンの間でよく用いられている。太平洋戦争前の南満州鉄道や朝鮮総督府鉄道では 蒸気機関車の形式にこの方式の略称を取り込んで、使用、パッシナ、車軸配置パシフィックの第七形式、2回、車軸配置ミカドの第一形式などしていた。なお、間接式機関車の車軸配置の場合、マレー式、単式マレー含むの場合は、独自に名前が付いている。例、ビッグボーイが、ガーラット式の場合は、前後の走り装置単独配置の名前、折、 その前に、ダブル、ダブルをつけ、ダブルという呼び方をする。例を挙げると、ジンバブエの旧ローデシア鉄道、ローデシアレイルウェイの15系と20系は、それぞれハドソンと運転を、背中合わせにつないだ形、ホワイト式で言うと、4から6から4プラス4から6から4と、4から8から2プラス2から8から4なので、ダブルハドソン、ダブルマウンテンと呼ばれている。 配置パターンは小文字の O で先は、従輪を、大文字の O で同輪を示す。左が機関車の先頭で先は、同林、従輪の順となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。